いつもご視聴ありがとうございます。大谷翔平、全打席出塁。チームメイトの活躍もあり、逆転勝利でエンゼルスが3連勝。エンゼルスの大谷翔平選手が昨日に引き続き2番 DH で地区首位のレンジャーズ戦にスタメン出場。6月男の大谷選手はここまでの勢い止まらず、全打席出塁の大活躍でチームの勝利に貢献しました。大谷選手は第1打席目から初対戦となるレンジャーズ先発ブラッドフォード選手からツーベースを放ち、今季自己最長を更新する10試合連続安打をマーク。第2打席はフォアボールに終わると、第3打席にもライトへヒットを放ち、今季20試合目のマルチヒットを記録しました。そして7回2アウト2、3塁のチャンスで迎えた第4打席は今季3個目の申告敬遠。9回に回ってきた第5打席でもフォアボールを選ぶと、持ち前の俊足を生かし3年連続2桁盗塁となる今季10個目の盗塁を成功させました。この日は2打数2安打1盗塁で、今季の打率を3割に迫る2割9分6厘まで上げている大谷選手。大谷選手の活躍につられてか、チームの調子も好調のようで、6回にはハンター・レンフロー選手の12号ツーラン、9回にはザック・ネト選手のとどめのツーランホームランと首位のレンジャーズ相手に7対3で連勝を飾りました。ちなみに今日の試合ではチームの大黒柱トラウト選手は欠場していました。エンゼルスの指揮官であるネビン監督は11日にトラウト選手をこのシリーズのどこかで休ませることを事前に明らかにしていました。人工芝のグラウンドでトラウトを4日連続でプレーさせるつもりはない。第2戦か第3戦で休ませるつもりだと、その理由を説明。というのも首位を走るレンジャーズの本拠地は人工芝のグラウンド。天然芝に比べて下半身の負担は大きく、6月の時点でトラウト選手に無理をさせたくないといった理由からだそうです。そんなチームの大黒柱不在でも、大谷選手だけでなくチームが全体的に好調を維持しているエンゼルス。これでエンゼルスは今季最多の貯金7としています。今日のエンゼルスの勝利にネット上では、打者だけでも怪物になりつつある、今日の申告敬遠含む3フォアボールも投手が乱れたのではなく貫禄のフォアボール、大谷の最大の長所はセンターから逆方向に飛距離を出せること、でも本当に絶好調の時は引っ張って打球に角度がつくんだよね。そして何より好調の時はボール球に手を出さなくなる。もうジャッジやアルバレスと並ぶ打者と言っていい。これでレンジャーズに2連勝、しかもトラウト休養でも勝てた。今のエンジェルスは間違いなく強い。あまりにも化け物すぎるけど、これに見慣れてきてしまってるのが怖いです。素晴らしい活躍ですが、大谷選手なら驚かなくなってきてる。これで先発投手もやるって尋常じゃないですね。大谷選手が打撃絶好調、しかもエンゼルスの抑えはしっかり抑えてる。首位のレンジャーズ相手に2連勝、しかも全て逆転勝ち。ここはぜひスイープしてほしいね。エンゼルス打線もいいね。ネトもしぶといし、トラウトが不調でも周りで十分カバーしている。ポストシーズンいけるね、といった歓喜の声が多く並んでいました。そんな中、今日の試合で9回にとどめのツーランを放ち、直近の試合でも好成績を残している新人が、エンゼルス加入前に語った大谷選手へのある本音が話題となっているようです。自身も二刀流経験を持つことから、大谷選手にはある特別な思いを感じていたとのこと。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。元二刀流のエグン新人ネトも絶賛。いつも MLB で見ているんだ。今日のレンジャーズ第2戦ではツーランホームランを放ち、大谷選手と共にチームの勝利に大貢献を果たした新人のザック・ネト選手。2日前のマリナーズとの最終戦では、自身メジャー初となる1試合2本塁打を記録しています。走攻守で身体能力の高さを披露しているネト選手は、長打も見込めるパワーについて、大学時代から身についた、自分はそのパワーを使えるし本塁打や外野の間を抜くこともできる、長所として使えると胸を張って語っていました。正遊撃手として活躍を続けるネト選手について、
指揮官であるネビン監督も。彼は勝つために毎日何かをやってくれている。守備にしても走塁にしても今日の日本塁打は非常に大きかったと満面の笑みで称賛していました。昨年の2022年、エンゼルスはドラフト1巡目全体13位でネト選手を指名。当時21歳の金の卵はキャンベル大学で打率4割7厘15本塁打19盗塁50打点、 OPS1.283 と驚異的な成績を記録していました。ショートとして十分すぎるほどの守備範囲を持ち、キャンベル大で剛速球のリリーバーを務めたように腕力もあるといった評価でした。実はこのネト選手も大学時代は二刀流としてプレー、大谷選手との二刀流といった共通点があったことから、米メディアジ・アスレチックで番記者を務めるサム・ブラム氏はザック一家をインタビュー。ネト選手本人のコメントを自身のツイッターに記載。とてもイケてる選手だと思う。とても自信を持っていて多くのエネルギーをもたらす選手だと思っていると自信たっぷりに自己紹介しました。続けて加入先のエンゼルスで当時から活躍を見せていた大谷選手に対しては、翔平に会うのが待ち遠しい。いつも MLB で見ている選手だ。大学での僕と同じように二刀流で活躍する、それはとてもスペシャルなことだよと絶賛の言葉を並べていました。さらに同席していた父親であるホアキン・ネトさんも、マナ息子がエンゼルスから指名を受け、真っ先に頭に浮かんだのはザックが明日ミスター・オオタニ、トラウトと会う機会を得られるということだ。彼らは全ての子供のヒーローだ。大学で二刀流選手だったからいつも大谷と比較されてきた。だからエンゼルスから指名されて、オーマイガー、これはアメージングだよと大喜びだったようです。メジャーの舞台で二刀流を続ける侍の存在にはやはり特別なものを感じていたようです。ネト選手の獲得に動いたエンゼルスのアマチュアスカウト、ティム・マックルベイン氏は、ネトは投手をしていた。投手として良い活躍をしていたが、私たちは彼を遊撃手として使うつもりだと、投手としてではなく剛健を生かして遊撃手として育てていく旨を明かしていました。これにネト選手は、大学時代に投手と遊撃手をしていて、よく大谷選手と比較されていました。投手はやらないと思う。上のレベルで投手ができるかわからないけど、でもチームが必要としているならチームのためにやるよと、まずは投打の二刀流を封印し、野手としてメジャーの舞台で活躍する意思を述べていました。またロサンゼルスタイムズがネト選手を訪れた時には、大谷選手は特別な存在、人間的にも素晴らしいと聞いている。一緒にできる日が待ち遠しいと、同僚になれることに対して喜びを表していました。さらに大学では投手を務めたこともあることから、二刀流について聞かれると、先のことはわからないけど彼がいるおかげで自分も投手を経験したことを忘れないでいられる。ネクスト大谷になれるチャンスがあったらそれは素晴らしいことだねと笑顔で回答していたようです。ネト選手をはじめ異例の二刀流大谷選手の登場が、二刀流のポテンシャルを持った選手の希望になっていることは間違いないですね。大谷翔平も信頼を寄せる新人ネトの守備力。 MLB 公式サイトが来季のメジャーデビューが期待される若手有望株を球団別に一人ずつ紹介する記事を掲載した際、エンゼルスからはネト選手が選出されていました。ドラフトでエンゼルスの1巡目で決まってから2023年の開幕まで約半年であったことから、今年の1月で22歳となったネト選手に対しては、まだメジャーデビューには早すぎるとの疑問も上がっていました。しかし AA での30試合に出場し、打率3割2分長打率と出塁率の合計である OPS874 の好成績を上げたことを指摘し、ドラフト同期では最速となるメジャーデビューも夢ではないとの評価をしていました。その予想通り、2023年には AA 級ロケットシティで開幕を迎え、4月15日にメジャー契約を結びアクティブロースター入り。同日のボストンレッドソックス戦で8番遊撃手で先発出場し、
2022年の MLB ドラフトで指名された選手として最速でメジャーデビューを果たしました。ここまでの試合を見れば納得のいく活躍を見せているのではないでしょうか。54試合に出場し、打率2割5分9厘、22打点、6本塁打、OPS769 と新人とは思えない活躍を見せています。また、ネト選手の魅力は打撃だけではありません。5月29日、日本時間30日のホワイトソックス戦では、6対4の9回2アウト1、2塁。ヤズマニ・グランダル選手の強烈な打球が三遊間に飛ぶと、ネト選手は勢いよくダイビング。体は三塁方向に向いていましたが、三塁は間に合わないと見るや、そのまま一塁方向に向き直り、ノーステップ送球。完璧に一塁手のミットに収まり、2点差を死守して勝利に貢献。このプレーには、米メディア、FOX スポーツのアナリストを務めるベン・バーランダー氏は、ネトにもうゴールドグローブをあげよう。試合を終わらせた素晴らしいプレーだ。と称賛していました。さらに印象的だったのは、大谷選手の登板した4月21日のロイヤルズ戦です。2番 DH 兼投手で先発登板し、7回を投げて、被安打2、11奪三振、2フォアボール、無失点の好投で、チームの2対0の勝利に貢献。大谷選手自身も今季3勝目をマークした試合でネト選手とのコンビネーションが光りました。先頭打者のエドワード・オリバレス選手に初ヒットを許し、ノーアウト1塁とされた場面、大谷選手は続く日記、ロペス選手を 100.2 マイル、約 161.2 キロのフォーシームで打たせて取ります。この時、大谷選手は自身のやや右寄りにボールが転がった打球を、一度はジャンプをして捕球しかけましたが、まさかのとっさにスルー。後ろではショートを守っていたネト選手がキャッチ、きっちり処理し、見事にダブルプレーをもぎ取りました。試合後に大谷選手は、取ってくれると思ってグローブ引いてます。と背後を守るネト選手への信頼の証だったことを明かしています。ネト選手が加入してまだ数ヶ月ではあるものの、二人の信頼関係は着実に強くなっているようですね。また、昨日の試合後、ネト選手はインタビューに応じ、大谷選手について思いを赤裸々に明かしています。その模様を MLB 専門局、MLB ネットワーク公式ツイッターが動画で公開。ネト選手は、彼は見ていて素晴らしい野球選手だ。ロールモデルだよ。彼は僕の面倒を見てくれているんだ。彼のような選手についていきたいと思わない人がいるだろうか、と大谷選手に対して尊敬の念を表しました。さらに、あなたに彼が伝えたことで一番大きなことは、と問われると、自分らしくいればいいと言ってくれるんだ。彼は冷静になる方法や考えすぎないことについてたくさん話してくれる。クリアな気持ちで打席に立ったり守備についたりできるようにね。だから僕は毎日彼にいろいろとありがとうって伝えているんだ。彼はそうする必要もないのだから。彼は僕がベストを出せることを願っているし、僕も彼がベストを出せることを願っているよ、と大谷選手からもらったアドバイスが自身の支えになっていることを告白していました。守ってもスーパープレーでチームを助けるなど、新人ながら大きく貢献しているネト選手。ドラフトからネト選手を追っているベースポーツ専門メディアジ・アスレチックのエンゼルス版サム・ブラム記者は、1年前は大学でプレーしていた。打席ではパワーも発揮し始めている。エ軍は未来の遊撃手を見つけたように見える、と新生の奮闘を絶賛。直近のネト選手の活躍にネット上でも、視野が本当に広い選手、ファール時にボール着地点を案じたり、自分自身も結果を残さなければいけない状態で気持ち的に余裕がなかったりするのに本当にすごい。今日のネトのツーランと下位打線からつないでよく得点になってるのがいいし、ネトもルーキーだが、昨日の延長厳しいタイブレーク2回を投げ切ったバッティークマン、今日のソリアーノとダブルAから飛びで上がっての活躍がいい勢いを与えている。あと、このところの連勝の一番の立役者はダノ大谷、トウのデベンスキー、シュノネトの3人に尽きる。今日も大谷さんは絶好調。レンフロー、ネトのホームラン、
モニアックのファインプレー、大谷さんの盗塁を生かしてくれたドルーリー、ナイス。得点には至らなかったけど、ネトの送りバント、見ていてワクワクします、といったコメントが並びました。プレーオフシーズンに向けて若手選手がこういった活躍を見せていること、大谷選手にとっても大きな助けとなるのではないでしょうか。ここからも注目していきたい選手の一人ですね。あなたはどう思いますか？